こんにちは、海上保安庁です。これからですか？はい、あそこの入江までミニボートで行ってみようと思います。今ミニボートの安全利用を呼びかけて回ってるんですが、救命胴衣と携帯電話はありますか？ありますよ、今から着用します。携帯電話はですね、前海で落としてしまって、それから防水パックに入れるようにします。海上保安庁の緊急通報118番もしています。素晴らしい心がけですね。オールもありますね。万が一に備えてオール、それから予備の燃料タンクに救命艦、そしてこの間海上保安部からいただいた認識旗をつけてます。家族に行き先や帰宅時間は伝えていますか？はい、できる限りの対策は取っています。ミニボートは利用上の不注意による事故が多いので、ちょっと啓発動画を見ていただけますか？はい、わかりました。宇宙海に面した熊本県は、小型船による漁業や遊漁が盛んな地域であるとともに、衝突や乗り上げなどの事故が多い地域でもあります。特にプレジャーボートの事故が多く、プレジャーボートの種類別ではモーターボートに次いでミニボートの事故が多く発生しています。熊本県は全国的に見てもミニボートの事故割合が高く、転覆や浸水事故により事故件数は年々増加傾向にあります。内海だから安全な海域ではありませんので、ミニボート利用にあたっては万全の安全対策を講じましょう。これから流れる映像はミニボートが受ける高層波の影響を検証したものです。正面から小型船舶が接近してきます。遠くに見えていた小型船舶は数秒で通り過ぎていきました。小型船舶が通過した際、大きな引き波を受けミニボートに浸水しました。ミニボートは波の高さ20センチ風速4メートルで浸水の危険があると言われています。高層波の影響がある場合は船首を波に立てるなどの措置が必要です。続いてミニボート上で立った状態で高層波を受けた状態を検証した映像です。ミニボート上に大人2名が立っています。その横を小型船舶が通過していきます。ミニボートは高層波により激しく揺れ、1名が海中に転落しました。今回は小型船の高層波での実験でしたが、乗組員が立ち上がって不安定となりバランスが取れずに海中転落した事故も発生しています。どんなに海上が凪であっても海で波が立たない場所はありません。ミニボート上では不用意に立ち上がらないことが重要です。なるほど、ミニボートは波の影響を受けやすいんですね。出る海域なんかも注意したいと思います。あとミニボート利用の注意点をまとめたリーフレットを見ていただきたいんですが。おお、これはいいですね。ミニボートにも交通ルールがあるんですか？そうです、ボートの登録検査や免許が不要であってもミニボートも船舶としてさまざまな海の法律の適用を受けます。十分に海の知識を身につける必要がありますので注意してください。わかりました、法律を守って楽しみたいと思います。